アコプルートビヒ・フェイリクス・メンデルス・ゾーン・バルトルディは、ドイツロマン派の作曲家、指揮者、ピアニスト、オルガニスト。哲学者モーゼスを、祖父、銀行家のアブラハムを父親に、作曲家ファニーを姉として生まれたメンデルス・ゾーンは、神動として幼少期から優れた音楽の才能を、示した。作曲家としては、バイオリン競奏曲、夏の夜の夢、フィンガルの洞窟。 無言歌集など今日でも広く知られる数々の作品を生み出し、また、バッハの音楽の復興、ライプツィヒ音楽院の設立によって19世紀の音楽界へ大きな影響を与えた。ユダヤ人の家系であったメンデルスゾーン家は、言われなき迫害を受けることが多く、それは、キリスト教への改修後も、ほとんど変わらなかった。そのような状況にもかかわらず、 フェリックスの業績、影響力は強く、修正ドイツ音楽界の重鎮として君臨した。死後は、再び反ユダヤ主義の煽りを受けて、彼の音楽への貢献は過小評価されてきたが、今日では、再評価の機運も高まりを見せている。12歳のメンデルスゾーン1821年、カール・ヨーゼフ・ベガス作1809年2月3日、ドイツ北西部に位置する。 工業都市、ハンブルクにて、富裕な銀行家、アブラハム・メンデルス・ゾーンとレアザロモンの息子として、生まれた。彼が生まれたのと同じ家で、後に、バイオリン競争局の検定を受け、初演者となるフェルディナンド・ダビッドが生を受けている。祖父・モーゼス・メンデルス・ゾーンは、カントにも影響を残した有名な、ユダヤ人哲学者であった。母のレアは、一匹の出身で、兄弟には、 ヤコブザロモンがいた。フェリックスは4人兄弟の2番目で、姉のファニーも有名なピアニストであり、女性作曲家の先駆者でもあった。彼女は、迫害を矢表に受けて、気難しくなっていく弟、フェリックスの何よりの心の友、良き理解者、良き導き手だった。後に結婚が決まってからもその日記は、夫となるべき人よりも弟、フェリックスのために、 多くのページが使われていたらしい。妹のレベッカは数学者のペーター・グスタフ・ディリクレと結婚した。弟のパウルはビジネスを学び、一家の銀行の子会社である銀行を率いる詳細を発揮した。1811年、一家はアブラハムの銀行がナポレオンの大陸風されを破ろうとしたことに対する報復を恐れてハンブルクを離れ、ベルリンへ移った。 両親は4人の子供たち、ファニー、フェリックス、パウル、レベッカに最高の教育を受けさせたいと強く希望していた。当初、アブラハムはファニーの方がフェリックスよりも音楽的才能に恵まれていると考えていた。しかし、当時はアブラハムもフェリックスも女性が音楽のキャリアを積むことは望ましくないと考えており、ファニーは 活動を続けたもののアマチュア止まりとなった。またアブラハムは、フェリックスに関しても、音楽の道に進ませることに乗り気ではなかったが、音楽に本気で身を捧げるという情熱がはっきりすると、それを認めた。フェリックスの育った環境は知的なものだった。両親がベルリンにある自宅のサロンに、学科、音楽家科学者などを頻繁に招いていたからである。その中には、 ビルヘルムとアレクサンダー・フォン・フンボルトの兄弟、後にレベッカと結婚する、ディリクレなどがいた。サラ・ローゼンバーグはその家庭の様子を、ヨーロッパが彼らの今にやってくると記している。バルトルディの名について、元は、フェリックスの母方のおじであるヤーコプ・プザ・ロモン・バルトルディが、ルイゼン広場にあった同盟の土地を相続し、そのまま生として、バルトルディを名乗ったのが、始まりとされている。 アブラハムはユダヤの伝統に反してフェリックスに滑稽を受けさせないと決めた。フェリックスの家族はアブラハムの代でプロテスタントのルーテル派に改修していたのである。フェリックスらの指定は当初宗教色のない教育を施され1816年にフェリックスが7歳の時にルーテル教会で洗礼を受けた。この時フェリックスにはさらに ヤーコプルートビヒを言う名前が与えられた。アブラハムとレアが洗礼を受けたのは1822年のことで、この際1812年から使用していたバルトルディを一家の姓として公式に採用することになった。これにはユダヤ教からキリスト教に改修したことを表す意味合いがあったと言われている。アブラハムは後にフェリックスに宛てた手紙の中で、この決定には アブラハムの父であるモーゼスの習慣との決別を示す方便だったと説明している。ユダヤ教徒の講師などいないのと同様に、クリスチャンのメンデルスゾーンなどもまた存在し得ないのだ。フェリックスは、メンデルスゾーン性を名乗ることをやめさせようとした父の手前その名前を名乗ったが、彼自身は特に必要性を感じておらず、バルトルディを使いたがらなかった。結局、彼は、 フェリックス・メンデルス・ゾーン・バルトルディと二重生を名乗っていた。また、彼は、エクトル・ベルリオーズの不経験に、ショックを受けるほど、経験なキリスト教徒であったが、文化的な背景は、ユダヤ的な影響を強く受けており、自分自身が、ユダヤ人という意識を持っていたという。姉のファニーは1829年の手紙でこう、述べている。バルトルディこれは、 私たち皆が嫌っている名前です音楽教育彼、以前にはモーツァルトがそうだったように、メンデルスゾーンは神道として知られていた。彼は6歳の時に母からピアノの手ほどきを受け始め、7歳になるとパリでマリー・ビゴーについて学んだ。一家がベルリンへ移ってからは、メンデルスゾーン家の4人の子供は皆、クレメンティ・モンカのルート・ビヒベルガーからピアノの指導を受けた。 少なくとも1819年5月には、フェリックスと姉のファニーは、ベルリンで、大違法、カールフリードリヒ・セルターに支持している。これは、彼のキャリアに、重要な影響を与えた。彼に、セルターを勧めたのは、ほぼ間違いなくオーバの、ザラレビである。彼女は、バッハの息子の WF ・バッハの教え子であり、かつ、CP ・ e バッハのパトロンで、その未亡人には、 経済的援助を行う関係だった。ザラは、生まれつきの優れた、鍵盤楽器奏者であり、自身とメンデルスゾーン家が主な講演者で、セルターが指導者だった、合唱団ベルリンジングアカデミーの還元楽団と、しばしば共演していた。ザラは、バッハ一族の重要な自筆譜を収集しており、彼女はそれらをジングアカデミーに送った。 合唱団を率いていたツェルターも、保守的な音楽の好みから、バッハ一族とその音楽の伝統を称賛し、深く尊敬していた。これらのことが、フェリックスの音楽思考に大きな影響を与えたと思われる。彼の作品には、バロック音楽や初期古典派を研究した跡が伺える。特にフーガンやコラールには、彼が音楽的に深い影響を受けた。 バッハの名残である明確な調整と対法が使用されている。早熟さの現れ、原楽八重奏曲の奏行の最初のページアメリカ議会図書館像メンデルスゾーンが最初に公開演奏会に出演したのはおそらく9歳の時であり、この際に彼はホルンを伴う二重奏曲で室内楽に参加した。また彼は幼少期から多作な作曲家であった。 思春期にあった彼の作品は、しばしば、ベルリンの知識人や裕福な両親が組織する施設の管弦楽団によって、家庭で演奏された。12歳から14歳にかけて、メンデルスゾーンは、そのような演奏会のために12曲の、弦楽のための公共曲を作曲している。これらの公共曲は一世紀以上も無視され、続けてきたが、現在では録音もなされ、 演奏の機会もたまにある。最初に出版された作品は13歳で作曲したピアノ四重奏曲第一番破綻調オーパス1である。おそらく父アブラハムがアドルフ・マルティン・シュレジンガーの会社に働きかけてこの四重奏曲の出版にこぎつけたと考えられる。1824年には15歳でフルオーケストラを用いた。 公共曲第一番破綻調オーパス11を作曲した。16歳で作曲した原楽八重奏曲編補調蝶オーパス20はメンデルスゾーンがその力量を表した最初の作品として知られる。この八重奏曲と共に1826年に書かれたシェイクスピアの夏の夜の夢への序曲は彼の初期作品では最もよく知られる。 この序曲は演奏会用序曲の中でもおそらく最初期の例である。このようにわざと舞台での演劇を伴わずに演奏会形式で演奏され、その中から文学的主題を想起させるという形式の楽曲は以降のロマン派の時代に人気のジャンルとなっていった。1824年にメンデルスゾーンは作曲家でピアノのビルトゥオーゾだったイグナーツ・モシェレスの指導を受けるが、 モシェレスは日記の中で彼に教えることは少ししかなかったと告白している。モシェレスは近しい仲間、生涯にわたる友人となる。1827年にはオペラ、カマチョの結婚の初演が行われたが、メンデルスゾーンの生前には二度と上演されることはなかった。この上演の失敗により、彼は同ジャンルでのこれ以上の作曲のやる気をそがれてしまった。 音楽だけでなく、メンデルスゾーンは、美術、文学、語学、哲学も学んでいた。特に西洋古典学に興味を示しており、1825年に、家庭教師の平成のために、プビリウス、テレンティウス・アフェルの喜劇、アンドロス島の女アンドリアを翻訳した。これに感銘を受けた平成は1826年に、彼の生徒 F の作品として出版している。 この訳本によってメンデルスゾーンはベルリン大学で学ぶことができるようになり、1826年から1829年に同大学でヘーゲルの美学、ガンスの歴史学、リッターの地理学の講義に出席した。ゲーテとの出会い、バッハの復活ゲーテ1828年1821年に、セルターは同時代の友人で書簡をやりとりする間柄だった。 文豪ゲーテにメンデルスゾーンを紹介した。この少年に痛く感銘を受けたゲーテは、セルターとの会話の中でモーツァルトとの比較を行っているが、これは確認できるものとしては最初期のものであろう。それは次のような内容である。音楽の振動は、もはやそれほど珍しいものではないだろう。しかし、この少年が即興でしていること、初見でする演奏は、 奇跡という次元を超えている。私はあれほど幼くしてこれだけのことが可能だとは思ったことがなかった。あなたはモーツァルトが7歳の時フランクフルトで演奏するのを聞いたのでしょうと、セルターが問う。ゲーテはそうだと答えてこう続けた。しかし君の生徒がすでにやっていることを当時のモーツァルトに聞かせるのだとしたら、それは大人の教養ある話を 幼児言葉の子供に聞かせるようなものだよ。メンデルスゾーンは、その後何度か、ゲーテに招かれて会っており、ゲーテの死の多くに曲をつけている。ゲーテに霊感を受けて作曲された作品には他に、序曲、静かな海と楽しい航海をバス27、27と、カンタータ、最初のワルプルギスの夜をバス、60がある。また、メンデルスゾーンは1825年に作曲した。 ピアノ四重奏曲第3番の単調オーパス3をゲーテに検定している。1829年、セルターの後ろ立てと、俳優、エドアルト・デブリエンとの協力を得たメンデルスゾーンは、ベルリンにおいて、バッハの、マタイ受南曲を、編曲、自らの指揮により疎遠を果たした。この4年前に彼は、祖母のベラザロモンから、 この当時はほぼ忘れられていた名曲の奏功のシャフを手に入れており演奏に際しては管弦楽と合唱をベルリンジングアカデミーが務めることになった。1750年にバッハが没してから初となるこの演奏の成功はドイツ中、そしてついにはヨーロッパ中に広がるバッハ作品の復活につながる重要な事件だった。この公演は バッハのマタイ受難曲が難解であることに加えて、聴衆が興味を示さないという問題があったが、事前講演として成功させた。利益は貧しい少女のための裁縫学校の設立に使われた。当時、世界で最も偉大なキリスト教音楽をユダヤ人が復興させたと評された。メンデルスゾーン自身もルーテル派であり、バッハの作品を この世で最も偉大なキリスト教音楽とみなしていた。この成功により、メンデルスゾーンの名声は20歳にして広く知れ渡った。またこの時に、彼としては珍しく自らの羊に関して言及している。それを考えると、キリスト教徒の最も偉大な音楽を世界に蘇らせるには、俳優とユダヤ人の息子が必要だったということになりますね。続く数年間、 メンデルスゾーンは広く演奏旅行に出かけた。中には、最初の訪問となった1829年の、イングランドや、ウィーン、フィレンツェ、ミラノ、ローマ、ナポリなどを含む、様々な都市が名を連ね、彼は行く先々で現地の、もしくは訪ねてきた、音楽家や画家と出会っている。この数年の旅先で得た着想が、フィンガルの洞窟。 スコットランド公共局、イタリア公共局など、彼の作品の中でも、最も有名な曲へと結実するのである。デュッセルドルフでの活動1832年に、セルターが死去すると、メンデルスゾーンは、ベルリンジングアカデミーを引き継ぐことを希望した。しかし、1833年1月に行われた、投票で、カールフリードリヒルンゲンハーゲンに敗れた。 メンデルスゾーンがまだ若かったこと、そして彼が起こし得る改革が懸念材料になったものと考えられる。また彼のユダヤの出自もいくらかは関係していることが疑われる。この落選の後の数年間にわたり、メンデルスゾーンはイギリスとデュッセルドルフで仕事を行った。デュッセルドルフでは1833年に音楽監督に就任しており、 これは彼が音楽家として給料を得た初めての職だった。その年の春、メンデルスゾーンはデュッセルドルフのライン音楽祭を指揮した。彼はロンドンにおいて自ら発見した自筆譜をもとにヘンデルのオラトリをエジプトのイスラエル人の準備を整え音楽祭の開始にこの曲を置いた。これをきっかけにドイツでヘンデルの再評価が進んだが、これは またジュ南局疎遠から始まったバッハ最高と類似したものと言える。メンデルスゾーンは劇作家カール・インマーマンと共にこの地方の劇場の水準工場に勤め、1833年の暮れにはインマーマン演出によるモーツァルトのドン・ジョバンにて初めてオペラの式台に立つがチケット代に関して聴衆の反感を買ってしまい気分を害する結果となった。 このデュッセルドルフにおける日々の雑用は彼に不満を募らせていき、1834年には職を辞した。ミュンヘンとライプツヒから音楽上の養殖の提示を受けた。彼は1835年にライプツヒ行きを決定する。イギリスでの活動1829年、メンデルス像には初のイギリス訪問を果たした。 かつて彼を指導したモシェレスはすでにロンドンに今日構えており、やってきた弟子を影響力のある音楽家のサークルに紹介した。夏に訪れたエディンバラで会った人々の中には作曲家のジョン・トムソンがおり、後にメンデルスゾーンは彼に対しエディンバラ大学の音楽家教授になるよう進めている。1844年の8回目の訪問の際、メンデルスゾーンはロンドンで5回ほど、 フィルハモーニック教会の演奏会の式台に登っており、こう記した。これまでに今シーズンのようなことは、夜1時半以前に眠れることなど一度もなく、毎日毎時の予定が3週間前から仕事でいっぱいになっていた。この2ヶ月の間にやり遂げた音楽は、同年の残りで扱ったすべての音楽より多かったのである。その後の訪問では、 ビクトリア女王に越見する機会を得ており、女王は音楽に通じていた夫のアルバート校と共に、彼の音楽を称賛している。生涯に、計10回のイギリス旅行を行った、メンデルスゾーンのイギリスでの滞在期間は、約20ヶ月に上り、その地で熱烈な支持者を獲得した。これは彼にとって、イギリスでの音楽生活への深い印象を刻む、ものだった。 彼は作曲、演奏活動に勤しみ、また、イギリスの出版社のために、ヘンデルのオラトリオやバッハのオルガン作品の初めての決定版を編纂した。彼が、スコットランドで得た霊感は、彼の作品の中でも特に有名な二つの曲として、実を結んだ。序曲、フィンガルの洞窟と、スコットランド交響曲である。また、メンデルスゾーンは、1833年に、 当時17歳だったイギリスの作曲家、ピアニストであるウィリアム・スタンデール・ベネットの演奏を耳にした。彼はベネットと近しく仕事をする中となり、1836年から1837年のシーズンにはロンドンとライプツヒで共に働くことになる。メンデルスゾーンのオラトリオ、エリアが初演されたのは1846年8月26日。 バーミンガムのバーミンガム音楽祭だった。この作品ではメンデルスゾーンがイングランドにいた時期に彼の作品に詩を書き、また彼の作品の多くを翻訳したウィリアム・バーソロミューの翻訳した英語の詩を用いている。最後の放映となった1847年にはフィルハーモニック還元楽団の演奏でベートーベンのピアノ競争曲第4番のソリストを務め、 また自作のスコットランド公共局の指揮をビクトリア・女王とアルバート公の午前で披露している。ライプツヒとベルリンでの活動ライプツヒのメンデルスゾーンの書斎1835年、メンデルスゾーンはライプツヒゲバントハウス管弦楽団の指揮者に任命された。これはミュンヘンのオペラハウスでの音楽監督への誘い、また、 ドイツの音楽雑誌、アルゲマイネムジカリ施ツアイトゥングの編集部への勧誘を断っての選択だった。メンデルスゾーンはこの管弦楽団、オペラハウス、トーマス教会少年合唱団、また町の他の合唱組織や音楽学校と連携しながら、ライプツヒの音楽水準の向上に集中した。彼が演奏会で取り上げたのは自作の他、3つのシリーズとなった。 歴史的音楽コンサートや同時代の作曲家の多くの作品などだった。彼のもとには若手の作曲家や作曲家志望の者から曲を取り上げてほしいとの依頼が殺到した。そのような中の一人にワーグナーがおり、彼は自分が送った公共曲派町長,長の総工をメンデルスゾーンが紛失したとして嫌悪感を抱いた。メンデルスゾーンは シューベルト作品の復興にも携わっている。シューマンは自ら発見したシューベルトの公共局第8番の実筆譜をメンデルスゾーンへ送り届け、メンデルスゾーンはすぐさまこれを初演した。日時は1839年3月21日のライプツィヒでシューベルトの死からは10年以上が経っていた。ライプツィヒ時代のメンデルスゾーンにとって 記念碑的な出来事となったのは、オラトリオ、セーパウロの初演である。1836年、デュッセルドルフのライン音楽祭で行われたこの演奏会の直前に、父がこの世を去っており、メンデルスゾーには非常に落ち込んでいた。彼はこう記している。父に認められるための努力をこれからも、決して止めはしません。しかし私はもはやその努力を、 楽しむことはできないのです。同時代の作曲家の多くは、聖パウロを彼の最高傑作であるとみなし、これが彼のヨーロッパでの名声を確固たるものとした。1840年に、プロイセンの王位についたフリードリヒビルヘルム4世は、ベルリンを文化の中心都市にしたいと希望しており、音楽学校の新設や教会音楽の刷新などを含めた、 改革の先頭に、メンデルスゾーンを建てたいという意向が明白であった。しかしメンデルスゾーンは、ライプツヒでの強力な地位があったこともあり、この事業に乗り気ではなかった。とはいえ彼は一時ベルリンに滞在し、教会音楽を作曲したり、王の求めに王子ソポクレスの、アンティゴネと、コロノスのオイディプス、シェイクスピアの、夏の世の夢、ジャンラシーヌの、アタリーに曲をつけるなどした。 しかし学校新設の基金は実際に準備されることはなく、メンデルスゾーンが宮廷との間に交わした財政、地位、演奏会予定などの約束は守られなかった。このため彼はライプツヒへ戻るために暇を頂戴することをためらわなかった。メンデルスゾーンの墓1843年、メンデルスゾーンは重要な音楽学校を設立することになる。 ライプツヒ音楽院、現在のフェリックス・メンデルス・ゾーン・バルトルディ音楽、演劇大学ライプツヒである。彼は、モシレスト・シューマンに対し、講師として加わるように説得を行っている。他の名高い音楽家たち、バイオリニストのフェルディナンド・ダビッドや、ヨーゼフ・ヨアヒム、音楽理論家のモーリッツ・ハウプトマンらも、教員として参加した。1847年のメンデルス・ゾーンの死後は、 学長を引き継いだモシレスが彼の音楽院での伝統を実践した。最後メンデルスゾーンは晩年、神経症の悪化と過労によるものと思われる、不健康に苦しめられた。イングランドへの最後の演奏旅行は、その過密日程から彼を疲弊させ、病へと追いやった。1847年5月14日に、姉のファニーが死去したことで、彼は、 苦悩に苛まれる。それから半年にも満たない11月4日、メンデルスゾーン自身も、ライプツヒで度重なる発作の末、帰らぬ人となった。38歳だった。かねてから体調が思わしくなく、症状より、心は、脳卒中と思われる。最後の言葉は、疲れたよ、ひどく疲れた。イヒビンムッダ、シュレックリヒムッダ、であった。祖父のモーゼス。 姉のファニー、そして両親も同じ脳卒中で最後を迎えている。彼の葬儀はライプツィヒのパウリン協会で執り行われ、亡骸はベルリン、クロイツベルクの聖三味一体協会の第一墓地に埋葬された。棺にはモシェレス、シューマン、ニルス・ゲーゼなどが付き添った。人物ルツェルンの風景1847年メンデルスゾーン。 画面ベルスゾーンは早熟の天才であり、一度見た、楽譜、一度聴いた音楽を完璧に記憶する能力を許していたという。伝承されている逸話の一つとして、彼の代表作の一つである、夏の夜の夢序曲の楽譜を引っ越す際に紛失して、しまうも、記憶だけを頼りに、すべてまた書き出してみせた、というものがある。あとに、 初稿の楽譜が発見されるが、書き直した楽譜と元の楽譜は7箇所が異なるだけで、あとは完璧に同じだったという。その7箇所も間違えたのではなく、メンデルスゾーン本人が意図して直したものではないかと言われている。多数の言語を自在に操り、青年になる頃にはドイツ語のみならず、ラテン語、イタリア語、フランス語、英語を話していた。また試作や絵画にも、 関心を持ち多くの水彩画作品を残している。こういった才能は生涯にわたって彼自身や友人たちとの楽しみのために披露されていた。現在、これらの水彩画はライプツィヒのメンデルスゾーン記念館に展示されている。彼の膨大な書簡からはドイツ語と英語による基地に富んだ文才が垣間見え、時には 文字と共に面白おかしいスケッチや漫画が添えられている。メンデルスゾーンは、宛先未章の手紙の中で、死についてこう記していた。そこにはまだ音楽があって、でも、悲しみや別れがこれ以上なければいいですね。彼の死後、特に老いのゼバスティアン・ヘンゼルによって衝述された、一家の思い出の中のメンデルスゾーン像は、美化されている嫌いがあり、常に平穏で幸福そうな、 気象の穏やかな人物であるという評価は誤解のもとになっている。彼は、よそよそしさゆえに、不機嫌なポーランド伯爵とあだなされ、彼自身が自ら書簡の中で、これに言及している。メンデルスゾーンは周囲を驚かせるような感情の興奮状態に陥ることがしばしばあり、それは時に崩壊をきたしていた。1830年代のある時の発作は、 以下のようなものであった。家族が一堂に会した時彼の興奮は恐ろしいほどに高まり彼は意味不明なことをしかも英語で喋り始め家族は皆恐れをもの,のいた。ついには父の厳しい一括が制御を失した言葉の本流に止めを刺し彼らは彼を寝室へ連れて行った。12時間熟睡した彼はいつもの状態へと戻っていたこうした発作に 脳卒中との関連を疑う声もある。宗教官メンデルスゾーンは洗礼により、たとえ熱心でなかったとしても、ルーテル教会に帰属していたが、彼は、自らのユダヤの先祖、特に祖父のモーゼスを意識し、誇りに思っていた。彼は、出版社、ハインリッヒブロックハウスに、モーゼスの作品全集の出版を持ちかけた、発起人であり、これは、 叔父のヨーゼフの支えによって継続された。メンデルスゾーンは手紙や会話の中でうちに秘めた信仰について述べることに消極的だった。彼の友人の俳優、エドアルト・デブリエントはこう記している。深い信念はこの世との交わりの中では決して口に出されることはなかった。ごく稀に親密な瞬間に少しだけ。 ほとんどはユーモアを持ってほのめかされる程度に顔を出したのである。例えば妹のレベッカに当てた手紙の中で彼女の不快な親類に対する不平を強く叱責しつつこう述べている。ユダヤ人には敵意を持っていないって言葉はどういう意味なんだい冗談だと願ってるよ家族を軽蔑しないのが君の素敵なところだろ。違うかい現代の学者の中にはメンデルスゾーンが 自分のユダヤ性に深く共感しつつも、キリスト教信仰に真摯な態度をとっていたと証明しようとする者もいる。同時代人との交流メンデルスゾーンは、生涯を通じて、同時代の仲間たちによる、求心的音楽の発展には、慎重な立場であった。時にいくらか冷淡となりつつも、普段は、ベルリオーズ。 リスト、マイアベアといった人物らとも友好的な関係を築いていた。しかしメンデルスゾーンは、書簡の中では彼らの作品を認められない、正直な心情をとろしていた。例えば、リストに関してはこう述べている。リストの楽曲は、彼の演奏に比べると劣っており、ビルトゥオーゾ風にしつらえただけのものだ。また、ベルリオーズの序曲、宗教裁判官では、 オーケストレーションが混乱の極みであり彼の楽譜を触った後には手を洗わなくてはならない。そして、マイアベアのオペラ、悪魔のロベールについては、浅ましいと思うと述べ、登場人物のならずモノベルトラムを、安っぽい悪魔と呼んでいた。友人で作曲家のフェルディナント・ヒラーが会話の中で、メンデルスゾーンがマイアベアそっくりに見えると言ったところ、彼は、大層を取り乱して、 すぐさま飛び出していき、髪型を変えて、見分けがつくようにした。しかし、実は、メンデルスゾーンとマイアベアは、ラビのモーゼス・イッサーリスの子孫であり、遠いとこだった。とりわけ、メンデルスゾーンは、パリとパリの音楽に、最も疑念を抱いており、ほとんど堅苦しいまでの距離をとっていた。彼がその地を訪れていた間に、 彼に三指紋主義への興味を持たせようとの試みがなされたが、みっともない事態となった。メンデルスゾーンが唯一近しい個人的交流を継続したモシェレスが、彼よりも上の世代でかつ彼同様に保守的態度をとっていたことは重要である。モシェレスは1870年にこの世を去るまで、ライプツヒ音楽院でこうした態度を貫いた。 結婚と子供たち妻セシル1846年、エドアルド・マグヌス・がメンデルスゾーンは1837年3月28日に、フランスのプロテスタントの聖職者の娘、セシル・シャルロット・ソフィジャン・ルノーと結婚した。二人は五人の子に恵まれた。カール、マリー、パウル、リリと、フェリックスである。下から二番目のフェリックス・ワウグストは1844年に、 はしかにかかり、以後健康を取り戻すことなく1851年に死去した。最年長のカール・メンデルス・ゾーン・バルトルディは著名な歴史家となり、ハイデルベルク大学とフライブルク大学で歴史の教授を務めた。最後は、フライブルクの精神病院で生涯を閉じた。パウル・メンデルス・ゾーン・バルトルディは有名な科学者で、アニリン染料の工業的生産において、 先駆的役割を果たした。マリーは、ビクトール・ベネッケと結婚し、ロンドンに住んだ。リリは、後に、ライプツヒ大学の法学の教授となる、アドルフ・バッハと結婚した。家族の資料は、マリーとリリの子供たちに受け継がれ、メンデルスゾーンの装甲の膨大なコレクションの基礎を、形作った。中には、グリーンブックスと呼ばれる彼の書簡も含まれており、現在これらは、 オックスフォード大学のボドリアント書館に収蔵されている。妻のセシルは、夫の死から6年弱が経った1853年9月25日、36歳の若さで彼の後を追った。ジェニーリンドジェニーリンド総じて、メンデルスゾーンの人生は、同時代のワーグナー、ベルリオーズ、シューマンなどに比べると平凡なものと思われる。 例外は1844年10月に出会ったスウェーデンのソプラノ歌手ジェニー・リンドとの関係である。ロンドンの王立音楽アカデミーのメンデルス・ゾーン小学基金に保管されているリンドの夫で作曲家のオットー・ゴルト・シュミットの先生教術書には1847年に当時未婚であったリンドに対してメンデルス・ゾーンがアメリカへ駆け落ちしようと誘った書面に 関する記載があるとされている。この先生教述書には公開の要望があるが、冬が明けられていながらも、メンデルスゾーン奨学基金が閲覧を許可していない。メンデルスゾーンは、リンドと何度も会っては仕事を共にし、彼女のためにライン側の乙女ローレライ伝説に基づく、オペラ、ローレライに着手した。しかし、この作品は、彼の死によって未完に終わっている。彼は、 オラトリオ、エリアにハイエ杯 AF 音を用いたが、これは、リンドの声を念頭に置いたものとされる。しかし、彼女がこのパートを歌ったのは、メンデルスゾーンの死後、1848年12月のことであった。彼は1847年にマイアベアのオペラ、悪魔、ロベールの公演に出席した。彼はこのオペラを軽蔑していたが、 アリス役となったリンドのイギリスデビューを聞くためだった。彼に同席した音楽評論家のヘンリー・チョーリーはこう記している。私はここに書いているようなメンデルスゾーンの彼女を楽しむ笑顔を目にした。リンドの才能はそこ知れず、彼はこちらを振り返って私を見ながら心から不安が消えたかのような表情をした。彼の彼女への愛着である。 リンドの歌手としての添付の際は無限大だが、彼が彼女の成功を願う思いもまた限りないもので、あるメンデルスゾーンの死に際して、リンドはこう記している。私の精神を満たしてくれる、唯一の人でした。彼を見つけたと思った途端、また失ってしまったのです。1869年、リンドは、メンデルスゾーン生誕の地であるハンブルクに、彼を記念する飾り板を掲げた。 1849年には、メンデルスゾーン小学基金を設立し、基金は2年ごとに、イギリス在住の赤い作曲家に対し、メンデルスゾーンを記念した賞を与えている。1856年の受賞者、第1号となったは、14歳のアーサー・サリバンだった。作品については、メンデルスゾーンの作品一覧をご覧ください。メンデルスゾーンは、 幼い年代から優れた作品を生み出してはいたが、リチャード・タラスキンは次のような見解を示している。彼は、早熟な幼年期の様式を脱することは、ついになかった。彼は、保守的なスタイルにとどまり続け、革命的な新しさを提示して、注目を集める必要性を感じていなかった。彼はキャリアを通じて、かつての音楽に誠意を見せることを良しとしていたのである。 かつての音楽とは、彼の時代には、すでに終わったものと考えられていた、古典派形式のことである。彼のロマン主義は、すでに最初期の頃より明らかであり、非常に印象的、客観的気質の音楽的、描写となって現れていた。このように、彼は、同時代のワーグナーやベルリオーズ、また、シューマンやショパンとさえも大きく異なっていた、とする見解がある。 この節ではこれを踏まえ、彼の作品を作曲年代順ではなく、ジャンルごとに眺めていくことにする。若いメンデルスゾーンは、幼少の頃より、バッハ、ベートーベン、モーツァルトの音楽に大きな影響を受けており、十二の弦楽のための公共曲にもその痕跡が見て取れる。これらの楽曲は、メンデルスゾーン家での内輪の演奏会用に書かれたものであり、 死後長い間出版も演奏もされなかった。作曲年代は1821年から1823年であり、この時彼は12歳から14歳だった。メンデルスゾーン作品で最初に出版されたものは3つのピアノ四重奏曲である。しかし彼の才能は特に次の作品群に早熟さとして現れることになる。これら4つの作品では形式、 火星、対応、色彩感、そして作曲技法が直感的に把握されており、しばしば指摘される彼のモーツァルトを超える早熟な学習能力が示されている。メンデルスゾーンの成熟した公共曲群は作曲順ではなく出版順に番号が振られている。作曲順に番号を並べると第1番、第5番、第4番、第2番、第3番の順になる。 ただし、第3番に関しては、10年以上にわたって、作曲に取り組んでいたこともあり、どこに位置づけるべきかは議論の余地がある。彼は、第5番に着手した後すぐに、同曲のスケッチに取り掛かったものの、全曲を完成したのは、第5番と第4番の後となった。公共曲第1番破綻長は、 フルオーケストラを用いた作品で、メンデルス・ゾーンが15歳の1824年に書かれた。この作品は実験的なもので、ベートーベンとウェーバーの影響が見られる。メンデルス・ゾーンは初めてロンドンを訪れた1829年に、ロイヤルフィル・ハーモニック協会管弦楽団を指揮して、この曲を演奏している。第三楽章には80奏曲の、 第三学章スケルツォを還元学編曲したものを代用した。この形で曲は成功を収め彼のイギリスでの名声の礎を築くことになった。1829年から1830年にメンデルスゾーンは公共曲第5番宗教改革を作曲した。これはルーテル教会300周年を記念したものである。メンデルスゾーンは 曲の出来に満足しておらず、送付の出版を認めなかった。スコットランド公共曲として知られる、公共曲第3番は作曲と改訂が断続的にされ、それは1829年から1842年まで及んだ。この年に同曲はライプツヒで初演され、これが公開演奏された彼の最後の公共曲となった。この曲はロマン主義の中に、 スコットランドの空気感を思い起こさせるが、スコットランドミニオの旋律は引用されていない。メンデルスゾーンは、イタリア旅行から着想を得て、イタリア公共局として知られる、公共局第4番を作曲した。彼は1833年に、自らの指揮でこれを初演したが、その後も改訂を計画しており、生涯この曲の出版を許可しなかった。 メンデルスゾーンの合唱公共局である、公共局第2番ヘンロ町長は、参加、ロープゲザンと名打たれており、ライプツヒにおける印刷技術発明400周年を祝して書かれたものである。初演は1840年6月25日に行われた、夏の夜の夢オーパス61の結婚更新曲の、 主題を含むトランペットパートのバスイ・メンデルスゾーンは1830年に演奏会用助曲フィンガルの洞窟を作曲した。これは1820年代後半にスコットランド各地を訪れた際に得た霊感が元になっている。彼はグランドツアーの一環としてヘブリディーズ諸島やスタファ島のフィンガルの洞窟を訪れた。非常に強い感銘を受けた。 彼はその場で助曲の開始主題を殴り書きし、その日の午後に、実家宛の手紙に加えて発送した。キャリアを通じて、彼は他にも多くの演奏会用助曲を作曲している。中でもよく演奏されるのは、ビクトル・ユーゴーの戯曲、リュイ・ブラースの事前公演のために作曲された、助曲、リュイ・ブラースであるが、メンデルスゾーンはこの戯曲を嫌っていた。また、 同じく演奏機会の多い助曲、静かな海と楽しい航海は、ゲーテの二編の詩、海の静けさと、楽しい航海を題材にしている。助曲、美しいメルジーネの物語も知られた楽曲である。1843年作曲の付随音楽、夏の夜の夢は有名な、結婚更新曲を含むもので、1826年の助曲から17年後の作曲となる。 メンデルスゾーンは若い頃に数曲のジングシュピールを家庭での演奏のために作曲した。オペラ、ボストンから来たおじさん、または二人の老いは15歳の誕生日に彼のためにリハーサルが行われた。1829年の異国からの帰郷は両親の結婚記念を取り違えて書かれたお祝いの作品であり、彼の生前には出版されなかった。 1825年に作曲されたカナチョの結婚はより洗練された作品で一般に上演するためドン・キホーテのエピソードに基づいて書かれた。1827年にベルリンで上演されたものの反応は冷ややかだった。メンベルスゾーンは初演の幕が降りる前に劇場を後にし、以降の公演はキャンセルされた。 彼は完全なオペラを制作するという意志を捨てることなく様々な題材を温めていた。後にワーグナーが取り上げるニーベルンゲンの歌もその一つである。しかし、どの計画も数ページのスケッチをするにとどまり、それ以上は進展しなかった。メンデルスゾーンの晩年にオペラ工業主のベンジャミン・ラムレーはシェイクスピアのテンペストを ウジェーヌス・クリーブの台本で書かないかと持ちかけ、メンデルス・ゾーンが死去した1847年にも、同作が完成間近だと告知している。最終的に台本は、ジャック・アレビによるものとなっていた。また、メンデルス・ゾーンは死去した際、ローレライの話に基づくオペラのスケッチをいくらか、残していた。バイオリン競争曲、第二楽章の主要主題。 フェルディナント・ダビッドのために書かれたバイオリン競争曲補単調オーパス64はメンデルス・ゾーンの作品の中でも最も人気のある曲の一つとなった。今日においても三大バイオリン競争曲の一つとして数えられる。ダビッドはメンデルス・ゾーンがこの曲に取り組んでいる時期に近しく仕事をする中であり所有していた。 グワルネリのバイオリンでこの競争曲の初演のソリストを務めた。メンデルスゾーンはもう一曲、あまり知られていない、バイオリン競争曲に単調を作曲している。一般的なピアノ競争曲は、全4曲ある。第0番位単調、第1番と単調をオーパス、25、第2番に単調をオーパス、40、第3番補単調である。また、2台のピアノのための競争曲が、 15歳で作曲した、補聴長、MWVO5 と17歳で作曲した、変異聴調長、MWVO6 の2曲である。さらに、2台の独奏楽器を有する競争曲には、バイオリン、ピアノと弦楽のための競争曲に単調がある。また、単一学賞のピアノの競争的作品も作られている。 1834年の華麗なロンド変歩聴調オーパス291832年の華麗な基礎曲ロ単調オーパス221838年のセレナードとアレグロジョコーソロ単調オーパス43であるまたコンチェルティーノが2曲あるが元はクラリネットバセットホルーン ピアノのために書かれたオーパス113とオーパス114である。オーパス113には作曲者自身による還元楽編曲版がある。メンデルスゾーンの成熟した作曲様式は多くの室内楽曲にも現れており、ここではより大規模な作品には欠けている情動的な熱っぽさが見られる。とりわけ、 彼の弦楽四重奏曲の最後の作品で、かつ、最後の主要作品となった、弦楽四重奏曲第6番は、姉のファニーの死の後に書かれており、力強く雄弁である。弦楽五重奏曲には2曲、弦楽五重奏曲第1番と、第2番がある。各種企画ソナタには、クラリネットソナタ、ジェロソナタ第1番と、第2番、ビオラソナタ、バイオリンソナタが知られる。 ピアノ三重奏曲は三曲があり、このうち第一番においては彼としては珍しく仲間のフェルディナント・ヒラーの助言を仰いでいる。メンデルスゾーンは彼の言葉に従いピアノパートをよりロマン派風のシューマン的様式に書き換え、これが高い効果を発揮している。エリアの作曲者自身によるピアノ二大応変曲の一部アメリカ議会図書館像メンデルスゾンが 聖書に影響を受けて作曲した二つの大規模なオラトリオ、1836年のセパウロと1846年のエリアはバッハの影響も強く受けたものである。未完成のオラトリオ、クリストゥス・クリストゥス・ワレ・チタティーボ、合唱・ゼア・シャル、エース・ター・カム・アウト・オブ・ジェイコブと男性の見栄称で構成されている。合唱はしばしば演奏される。 最初のワルプルギスの夜は著しく異なり、より顕著にロマン派的な作りになっており、ゲーテのバラットに合唱と還元学を当てがっている。ゲーテは本作でキリスト教信仰初期にハルツ山地のドレイドが行っていたペーガニズムの儀式を描写している。学者のハインツ・クラウス・メッツガーは、この注目すべき奏夫を見てユダヤ人が キリスト教による支配に抗っていると評している。メンデルスゾーンは合唱のみや、合唱とオルガンによる、小規模な宗教音楽にも多くの作品を残している。大半は、英語で書かれるか、または英語に翻訳されており、現在でも人気が高い。中でも、最も有名なのは、我が祈りを聞きたまえであり、王鳩の翼にオーフォーザウィングス・オブ、エーダブを含む、 第2部は単独の楽曲としても人気がある。この楽曲は、混声合唱、オルガンと難儀校を要求する長いパッセージを持つボーイソプラノ、またはソプラノのソロのための曲である。このため、特に教会や、聖堂の少年聖歌隊員の間では有名で、ボーイソプラノの読唱で録音もよくされている。メンデルスゾーンの電気作家のトッドはこう述べている。 イングランドにおける、この成果の人気こそが後に、ビクトリア朝時代の道徳感を、軽蔑的に見る、者たちから、曲が、表層的だという非難を浴びせられる原因となるので、ある、賛美歌のメンデルスゾーンのメロディーとしては、ウィリアム・ハイマン・カミングスが、メンデルスゾーンのカンタータ、祝天歌から取り、チャールズ・ウェスレイの賛美歌、天には、ハエと合わせた楽曲が広く歌われている。 これはもともとメンデルスゾーンが宗教曲には合わないと感じた1840年代の世俗的楽曲の一節からの抜粋であるがクリスマスの定番となっているピアノとのソロや二重賞など多くの作品を残しているそのほとんどは簡素な形式で優接歌曲の形から少し改変したものである歌の翼になど数曲が人気を得ておりフランツリストは 歌の翼に、や、新しい恋を含む9曲を、ビルトゥオーズ的な技巧を用いて、ピアノ独奏曲に編曲している。メンデルスゾーンの名前で世に出された歌曲は、数多いが、その中の6曲は、姉のファニーによって作曲されたものである。これは、メンデルスゾーン家の、古い考え方や、彼女自身が内気な性格であったことなどが、原因であったと考えられる。 1845年7月24日付、ミュージカルワールド掲載オルガンソナタの広告、メンデルスゾーンの無言化修リーベルオネボルテは、各6曲、計8集からなり、彼のピアノ曲では、最も有名である。この曲集は、すでに彼の生前より、ちょっとした演奏会での定番曲となっており、 あまりに人気が出すぎたために批評家が、その音楽的価値を低く評価するようになってしまった。メンデルスゾーンの無言化に触発される形で、多くの作曲家が、同様の形式の作品を生み出している。シャルル・バランタン・アルカン、アントン・ルビンシテイン、モシェレス、エドバルド・グリーグラである。メンデルスゾーンの他のピアノ曲では、厳格な変装曲オーパス、54、 ロンドカプリチオーソーオーパス146曲からなる前奏曲とフーガオーパス357つの性格的商品オーパス7がある。メンデルスゾーンはオルガン演奏もこなし11歳から死ぬまでオルガン曲を作曲し続けた。中でも主要な作品は3つの前奏曲とフーがオーパス37と6つのオルガンソナタオーパス65 であり、エリック・ウェルナーの記すところによれば、メンデルス・ゾーンのオルガン・ソナタは、バッハ作品に次いで、すべてのオルガニスト必須のレパートリーである。メンデルス・ゾーンは生前、ピアノ、オルガンを共にこなす、鍵盤楽器奏者として、名声を得ていた。彼の死亡記事の一つにはこうある。我々は真っ先に、彼の、驚くべき、しなやかさを持ち、急速で、 力強いピアノ演奏に敬意を表する。次に来るのが分析的でたくましいオルガン演奏であり彼がこれらの楽器で示した偉業は人々の脳裏に鮮明に思い出されるのだ。メンデルスゾーンが演奏会で取り上げたのは自作とドイツの先達たち、ピアノではウェーバー、ベートーベン、オルガンではバッハの著名な作品などだった。また彼が演奏に用いたのは ウィーンのピアノ制作者、コンラート・グラーフの楽器であった。1832年に彼は、グラーフのピアノを購入して、ベルリンの実家に届けるよう、アロイス・フックスに依頼している。メンデルスゾーンはこの楽器を機に、入り、自分用と弟の花嫁用との2台のピアノを、グラーフに追加注文することに決めたという。彼は講師において、巧みな即興演奏によっても知られていた。 ある時ロンドンでのこと、ソプラノのマリア・マリブランが、自らのリサイタルの後に、メンデルスゾーンに、即興演奏を頼んだところ、彼は、彼女がその日歌ったすべての歌の旋律を組み込んだ、曲を、その場で作り上げて披露した。その場に居合わせた、音楽出版社のビクトール・ノベロはこう述べている。私は、実際にこの耳で聞いたわけだが、それでも彼がやってのけたことは、 不可能なことだと思えた1837年の別の演奏会では、メンデルスゾーンはある歌手の伴奏で登場したが、シューマンはそのソプラノ歌手をそっちのけにしてこう書いている。メンデルスゾーンは神のごとく寄り添っていたメンデルスゾーンは著名な指揮者として自作や他の作品を演奏していた。1829年のロンドンデビュー公演において彼が当時は、 斬新だった、指揮棒の使用を新しく始めたことは、特筆に値する。また、彼の先進性はこれにとどまらず、テンポ、音の強弱、そしてオーケストラの団員に多大な注意を払ったことにもある。彼は、団員が、反抗的な態度を取れば、それを叱り、反対に彼が満足する演奏ができれば彼らを褒めた。1836年に、 デュッセルドルフのライン音楽祭で指揮をした。彼は、初めてプロの指揮者として、賃金を得た。メンデルスゾーンの指揮を称賛していた一人である、ベルリオーズは、1843年に、彼をライプツヒに招いて、互いに指揮簿を交換し、こう記した。大いなる神秘が我らを魂の大地へ狩りに使わす、時。 我ら選手が閉ざされた部屋の前にてこのトマホークを並び主にせんことを、ライプツィヒでは、メンデルスゾーンは、ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の水準を大いに引き上げた。彼は、過去の巨匠たちの作品を集中的に取り上げながらも、同時代のシューマン、ベルリオーズ、ゲーゼや他の作曲家、そしてもちろん自作を紹介することも怠らなかった。彼の指揮に感心しなかった。 批評家の一人がワーグナーだった。彼はメンデルスゾーンがベートーベンの公共曲を演奏するテンポが早すぎると非難していた。メンデルスゾーンのバロック音楽への興味は1829年に復活演奏を行ったバッハのマタイ受難曲のみにとどまらなかった。彼はその時代の音楽の演奏のためまたは出版のための工程、編纂作業にも従事していた。 その際、彼は、作品が可能な限りとに忠実になるよう、それまでの版や思考譜の研究など可能なことは何でも、言った。これが、出版社との諌かいを生むこともあった。例えば、彼が1845年に、ロンドンのヘンデル教会のために肯定した、ヘンデルの、エジプトのイスラエル人においては、ヘンデル自身の指示でない強弱表記や、 トロンボーンパートの追加を彼が拒んだため、教会と議論を戦わせることになった。また、メンデルスゾーンは、バッハのオルガン作品の工程も行っており、シューマンとは、バッハ全州の観光が可能かどうか検討していた、ことが明らかである。メンデルスゾーンは、音楽教育に、重要な役割を果たし、ライプツヒでの音楽院設立に大きく貢献した。 しかし、教えることにあまり楽しみを見出せず、私的にわずかに、自分から見て、顕著な才能、可能性が感じられる生徒を取ったのみだった。その弟子の中には作曲家のウィリアム・スタンデール、ベネット、ピアニストのカミーユ・ユマリー・スタマティ、バイオリニストで作曲家のユリウス・アイヒベルク、そして、ゲーテの孫である、バルター・フォン・ゲーテがいた。ライプツィヒ音楽院で、 メンデルスゾーンが受け持ったのは、作曲とアンサンブルの講座だった。ライプツヒ、ゲバントハウスのメンデルスゾーン像1900年撮影、メンデルスゾーンの死は、突然のことだったため、ドイツとイングランドの両国で彼を痛む声が聞かれた。しかし、同時代に活躍した仲間たちとは異なって保守的な態度をとっていたことで、彼の音楽には見下したような目が向けられた。 メンデルスゾーンとベルリオーズ、リストラホカとの関係は、窮屈で、一筋縄ではいかないものだった。メンデルスゾーンの才能に疑問を呈した聴衆の一人に、詩人のハインリヒハイネがおり、彼は1836年に、オラトリオ、セイパウロを鑑賞してこう記した。特徴づけるのは、大いなる、厳格な、重々しい真面目さと、 古典形式へ従おうとする決然とした、ほとんど、しつこいまでの傾向、極めて賢明な裁量の計算高さ、鋭い知的さ、そして素朴さを完全に欠いていることである。しかし、素朴さのない芸術に、天才の独自性など存在するだろうか、メンデルスゾーンは、このように批判されることもあり、ワーグナーが、さらに強く批判した。メンデルスゾーンの成功と、人気、 ユダヤの羊にはアーグナーは、苛立っており、彼の死から3年後に反ユダヤ論文、音楽における、ユダヤ性で彼を褒めちぎることで攻撃した。ユダヤ人でも、特定の才能の膨大な蓄積、独自の裁量をかつたような文化、これ以上なく高く柔軟な栄誉の感覚を持ち得ることを示してくれている。しかし、 このように結出したものの助けが仮に一切なかったとしても彼は我々が芸術に期待するような深く自制的な効果を生み出すのである。現在の我々のタンパクで浮ついた音楽様式はメンデルスゾーンが曖昧でほとんど取るに足らない内容を最大限に面白く活気を持って語ろうと努力するこの上ない意気込みの方へと押しやられている。これを発端として その後約一世紀にわたり、また現在もくすぶっているメンデルスゾーンを凡用とみなし、作曲家としての地位を貶める動きが始まった。ニーチェもまた、メンデルスゾーンは、ドイツ音楽における愛すべき感想、つまり、ベートーベンとワーグナーの幕愛であるというコメントを残している。二十世紀に入ると、ナチスの体制とその音楽機関である、帝国音楽院が、 メンデルスゾーンがユダヤの出身であることを理由にその音楽の演奏を禁じ、作曲家たちには、不随音楽、夏の夜の夢を書き直すことを推奨した。ナチス統治下では、メンデルスゾーンは音楽の歴史における危険な事故として出現したもので、彼が決定的に19世紀のドイツ音楽を大敗的にした超本人であるとされた。 ライプツヒ音楽院で支給されていたドイツ版のメンデルスゾーン奨学金は1934年に中断されている。1892年、ライプツヒにメンデルスゾーンに捧げる記念碑が建てられたが、ナチスによって1936年に撤去された。代わりの像が2008年に建てられている。2008年に再建されたライプツヒ。 聖トーマス教会近くのメンデルスゾーン記念碑、メンデルスゾーンのイングランドでの評価は、19世紀を通じて高いものだった。アルバート校は、1847年のオラトリオ、エリアのリブレットにドイツ語でこう記した。パンある信仰者の間違った芸術に囲まれていても、第二のエリアのようにその才能と努力を持って、真の芸術の真の僕であり続けることができた。 高貴な芸術家のために、1851年に、10代のサラ・シェパードの記した、チャールズ・オーチェスター、チャールズ・オーチェスターなる賛美小説が出版された。この本では、シェバリエール・セラファエルとして、メンデルスゾーンを描いており、80年近く増殺を重ねていた。1854年に、水晶魚が再建された際には、ビクトリア女王が、 メンデルスゾーンの彫像を添えるように命じている。1858年のビクトリア女王の娘、ビクトリア妃とドイツ皇帝フリードリヒ3世の結婚式典では、メンデルスゾーンの夏の夜の夢から結婚更新曲が演奏され、これが今日でも結婚式で人気の楽曲となっている。イングランド国教会では、メンデルスゾーンの残した宗教的合唱曲、 特に小規模の作品が合唱の伝統の中で人気を保っている。しかし、バーナード賞をはじめとする多くの批評家がメンデルスゾーンの音楽をビクトリア朝の文化的孤立と結びつけて批判した。賞が特にやり玉に挙げたのはメンデルスゾーンの入念にお上品ぶった感じ、印象的な感傷性、そして見下げたオラトリオ屋であることだった。 1950年代には、音楽学者のウィルフリッド・メラーズが、メンデルスゾーンの、我々の道徳感にある、気づかぬ偽善的要素を反映した偽物の宗教感、を非難した。ピアニスト、作曲家のフェルッチョブゾーンには、正反対の立場から意見を述べている。彼はメンデルスゾーンを、異論を待たぬ偉大さを備えた巨匠、そして、モーツァルトの後継者と見ていた。 ブゾーニをはじめ、アントン・ルビンシテインや、シャルル・バランタン・アルカンなどのピアニストは皆、普段から、メンデルス・ゾーンの楽曲を、自らのリサイタルで取り上げていた。メンデルス・ゾーン生誕200周年を記念して、発行された、ドイツの切手チャールズ・ローゼンは1995年の著書、ロマンハ世代ザ・ロマンティック・ジェネレーション中の、メンデルス・ゾーンの不死で、 彼を称賛し、また批判もしている。ローゼンは彼について、ベートーベンを深く理解した、天才で、西洋音楽の歴史上知られている中で、最大の振動と評している。ローゼンは、後年のメンデルスゾーンに関して、わざと再起は失わなかったが、大胆さを放棄した作曲家としながらも、比較的晩年の作である、バイオリン競奏曲は、 古典的な競争曲の伝統とロマン派的なビルトゥオーゾの様式を最もうまく融合させた作品と呼んでいる。ローゼンは風画保単調を傑作と表しつつも同じ段落中でメンデルスゾーンを音楽における宗教的チ中の発明者と呼んでいる。こういった意見がこの50年ほどでメンデルスゾーン作品の需要がより微妙な色合いを 帯びてきたことを証明している。また、彼の実績を文脈に含む、現代の伝記が数多く出版されたことにも、それは、現れている。マーサー・テイラーは、皮肉を込めてこう述べた。多岐にわたる、メンデルスゾーン作品の再評価が可能になったのは、一つにはメンデルスゾーンを、音楽の基準にする考え方と切り離されることが、普通になったからである。 基準というのは、彼が、指揮者、ピアニスト、そして学者としてあまりにも多くのことを打ち立てたとする、見方を指している。約750のメンデルスゾーンの作品は1960年代までは、出版されていなかったが、現在では、大半が、入手可能となっている。メンデルスゾーンの作品と書館の学術版全集が、現在準備中であるが、 完成までには長い年月を要すると予想され、また150巻を超える規模となると思われる。有名なバイオリン教僧局保丹長やイタリア公共局なども含めたメンデルスゾーンのあらゆる作品はより深く研究されており、オラトリオエリアに隠されたビクトリア朝時代の習慣に関する重要な事実も解明されている。激しく、 劇的なことの多いメンデルスゾーンの室内落作品についての認知度も高まっている。現在、メンデルスゾーンの出版された作品はほぼすべてを CD で手にすることができ、彼の作品は演奏会や放送でも頻繁に耳にすることが可能である。批評家の HL 面見はこう締めくくっている。もし、メンデルスゾーンに 真の偉大さに値しないところがあるとすれば、それは髪の毛一本分くらいだ。小惑星メンデルスゾーンはメンデルスゾーンにちなんで命名された。注釈出典、メンデルスゾーンの書簡には、多くの出版版や先週が存在する。メンデルスゾーンの自筆の譜面や書簡は、オックスフォード大学のボドリアン図書館、ニューヨーク公共図書館、ベルリン州立図書館などに収められている。 彼がモシレスに当てた手紙は、リーズ大学のブラザートン図書館像である。一部作品に見られる MWV 番号は、ラルフ・ウェーナーがまとめたものである。ありがとうございます。